皆さんもですね、今一番考えているのは12月の小選についてではないでしょうか。私も全く同じです。実際にはこの10月の1週間が終わって、思うような、まあある程度は想定してました。この程度の回復だろうと。まあ言ってしまえば駅前も郊外も合わせると大体 80% から 85% ぐらいの今回復になっています。まあ100にはならない、残念ながらまだ時短だから100にはならない。でも時短だから100にならないんではなくて、やっぱり夜が弱いんですね。夜が弱くて100になってこない、じゃあ時短が終わったら戻るかというと、それも確信はないというのが正直な話です。ということは、じゃあ実際に12月という一番大切な、我々にとって一番大切な小世紀、これのどういうふうにお客様の状況になるのかなということを今考えています。そして考えていくとですね、まず一つ目、従来と違うのは、まず当たり前のように大人数でのですね、予約はほぼなくなってくるんでしょうね。従来のように20名様あるいは30名様といったような大きな宴会はなかなか会社関係も、何かがあったらね、またもしそこでクラスター発生したらということで、皆さんやっぱり身の足を踏むんだろうなというふうには思います。そしてやはりもう年々少人数の宴会にもう移行してましたから、従来から。ですからこれがよりこのコロナで拍車をかけて、忘年会はでもねやると思います。今年は皆さんやると思うんですが、大きな規模ではなくて小さな規模に変わってくるだろうというのがまず一つ。そして従来のように忘年会だからといってね、大酒を飲んで、お酒をたくさん飲んで、酔っ払ってというパターンは少し変わってくるんだろうなと思います。もちろんゼロにはならないでしょう。ただやはり今度はお食事をしながらね、それこそマスク会食をしながらというような形になるんだろうなというふうに思います。私はその中で、今やらなければいけないこと、特に営業再開したお店もあります。私たちも同じですね、営業再開したお店もあります。そしてあるいはこの緊急事態宣言の中、営業その要請に従って時短で営業していたお店もあります。あるいは全く無視をして、通常営業していた、アルコールも出していたというお店もあるでしょう。でこの3つのパターンがあります。ただしお客様は何を見て今お客様お店を選んでくれるんだろうかというように今感じているわけです。例えば営業再開した店舗においては、とにかくですね、自分たちのスタンダード、本当にお店をピッカピカに磨き上げて、そして本当にお客様を一生懸命思ったサービス、フレンドリーなサービスをし、そして料理、お客様のために気遣いをし、盛り付けをきれいにし、そしてスピード提供していく、こんなようなことを本当にお店としてね、今スタンダードにいち早く戻していくっていうことが大事だと思ってます。一方でコロナ禍の中営業してた店舗、営業っていうのはその要請に従って営業してたんです。ここについてはただ単にスタンダードを守っていればいいんでは僕はないと思ってるんですね。でもちろんスタンダードを守るというのは大前提です。しかし、今何が必要かというと、僕は自分たちの業態を本当にお客様から見た変わった良さをお客様に提案、今できるかどうかだと思うんですね。お客様は見ています、見ています。私たちは、例えばですね、焼肉業態もしかり、そしてこの天ぷらの業態もしかり、私はですね、両方においてブラッシュアップをさせてきました。例えば、焼肉業態であるならば、例えば、お肉、霜降りのお肉を我々扱ってるもんですから、この英語の霜降りのお肉、ただ今日本の思考はどんどん変わってきました。霜降りから赤身に変わりました。だから大切なことは、霜降りは美味しいんだけど量がたくさん食べられない。じゃあこれを変えちゃえばいいじゃないか。霜降りは美味しいというのは間違いないです。ただ量が食べられないだとすれば、霜降りのお肉を量が食べられるような提案方法を考えて、そしてお客様が一つのコース食べ終わった時に後味が本当に残ってね、また来たいなと思う満腹感、満足感、これを入れたメニュー改定を今行っています。すごくいいと思います。良くなったと思います。
実際にお客様に評価を聞いてみました。すごく良くなったという声が、80% 以上のお客様からいただくようになりました。そして一方でアラカルトでコースじゃなくてアラカルトで使うようにもしました。だから例えばですね、牛の蔵っていうのはやはりあの客単価8000円の焼肉屋さんなんですね。ですからこの8000円の焼肉屋さんがお客様に提案する商品、これはどんなものなのかと言った時に、まあ8000円ですからやっぱ高く皆さん感じます。ただ今回はアラカルトで頼めるように、例えばサラダなんかですね、チョレギサラダ、グリーンサラダ、あとは海鮮サラダ等々あるんですけどね、390円です。あるいは490円です。でびっくりしますよね。だって下手すらガストより安いんですよ、ね、こういうようなアラカルトのお客様への頼みやすさ、こういうものも今回提案をさせてもらいました。すなわち買えるお客様から見た時の大きな変化というのは、プロダクトアウト、我々が考えて提案するんではなくて、お客様だったらこういう頼み方したい、お客様だったらこうありたい、こういうものを望んでいく、そこにね今回しっかり合わせて、もう手を打って今動きました。また天ぷら業態についてはですね、例えば今天灯はですね、従来使っている、まあ、我々エビがメインなんですけどね、このエビもですねワンサイズ大きくしようとしているんですね。今さまざまなシミュレーションを今かけてます。ただこれは10月の中旬ぐらいには実行に移していこうと、まあもう見た目が全然違いますから、そして食べた時の食感も全然違うんですね。こういうように、米もいいのを選びました。今回新米がそろそろ出回ってきますからね、これも米もいいのを使います。そしてやはりあのこのエビというね天ぷらの中の中心になるこの食材、これもブラッシュアップします。まあコストアップになりますね。多分エビもですね1本あたり30円ぐらい上がるんです。1本30円ですよ。1本30円上がるんだけど、でもこれだよなと思ってね、お客様に提案させていただきたいと思っています。こういうようにやはり今だからやらなきゃいけないこと、もう一歩お客様に近づいて、そしてブラッシュアップ、本当の意味のブラッシュアップですね、商品のピカピカの見直し、これを今、やっています。実行を移しています。そしてもう一つ今やってることは、この焼肉の牛の蔵もそうですし、私たちの天ぷらもそうなんですけどね、やはりあのこのコロナ禍で、皆さん取り分けるというね、この当たり前のこの宴会のシーンというのは、拒絶されてきましたね。拒絶されました。ですから私たちは牛の蔵という焼肉屋さんにおいてももう焼肉も盛り合わせはやってません、もちろん盛り合わせというアラカルトメニューは置いてあります。ただしコースの焼肉は全部命名盛りです。もちろん最初の前菜から始まって最後のデザートまで焼肉も含めて全部個人盛りなんですね。こういうようにもう変えました。ですから先ほど言った390円490円のサラダも取り分けじゃないんです。一人前のしっかりとしたポーションなんですけれども、ただし命名で頼んでいただけるようなポーションにしています。テント用についても全く一緒ですね。テント用のコースも今鍋であれ、ね、やはりあの居酒屋ですからやはり刺身の盛り合わせだとか、あるいは鍋だとかね、こういうものが、やはり宴会の中心になるじゃないですか、ただこれももう変えました。どう変えたかというと、刺身は命名盛りです。お刺身の盛り合わせっていうのがあるんですね。あるけれどもこれも命名盛りです。そしてもう一つ鍋もあります。鍋も命名の鍋です。すなわち紙鍋でお客様のテーブルでお客様一人一人に鍋が行きます。ですからテント用の今回の宴会コースについては全て命名です。ですから盛り合わせというものは一切ありません。こういう形で一つずつお客様に向かって全てブラッシュアップをさせていただいて、そしてこの12月に向けた準備をしているといった状況です。もちろんこの12月の商戦、まだまだいろんなプロモーションやっていかなければいけないと思います。ただし全てのプロモーションを行い、そして自分たちのお店ができる限り最大限のブラッシュアップを行い、そしてお客様のためのお店にしっかりとしたスタンダードを合わせていく、これができた時に初めてこの12月商戦2019年並みにお客様に選んでいただいたという状況になるんではないかと思っています。ただマーケットは間違いなくなくなっています。このコロナが明けても同様だと思います。良くて 80%、 悪ければ 70% まで下がるだろうと思います。
ただ下げていいわけではないですよね。当然100に戻したい。だから今何するんですかと言ったことが各経営者に問われている今だと思います。今しかやれないんです。このあと1ヶ月遅れたらもう12月は間に合います。今考えて実行に移す、ここが今キーポイントだと思います。すなわち経営の差が出るんだと思います。厳しいコロナ明けだと思います。今度はもう補助金なくなりますよ。協力金も出なくなります。本当の意味のストリップ状態で各外食の経営が試される時になりました。今までともするとですね、補助金協力金のね、もう本当にしゃぶ漬けみたいな状況になってますよね、各社。そうじゃなかったら、ね、成り立たない状況ですよ。ただ今回違います。もうなくなります。もうこれも分かってます。ということはなくなったことを前提に今何するんですか、もう間に合わないですよということが、問われている、この非常に厳しい12月に向けた今の準備期間だと思います。ただ私はこう思います。ちゃんとしてるところをお客様は見てくれています。お客様は必ず見てくれています。だから真実は一つ、お客様のためにあなたは何をしたんですか、お客様のためにあなたはどう考えたんですか、そして働くスタッフのためにこの会社はどうするんですか。僕は会社を必ず守ります。でなければ雇用が継続できません。そして納税することもできません。すなわち会社がある意味がなくなります。そうであってはいけないというように私は思いますので、何としてもですね会社を守ります。そして2022年、今度は明るい年になりますよ。間違いないです。3月には徐々にインバウンドがまた再開されてくるだろうと思います。そして我々もまた海外に行かれるチャンスがたくさん出てくるだろうというふうに思っています。そんな明るい未来をね、ワクワクしながら考えながら、そして今足元はしっかりとね、最悪を想定しながら、やっていきたいなと思います。皆さんも私も本当に大変な時期だと思いますが、どうか力を合わせて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために、全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。